こんにちは、カオルンです。現在の時刻は23時半を回っています。今日は柏レイソルの応援に行ってきました。とっても汗だくなんですが、顔だけ洗って撮影に臨んでいます。今日も頑張っていきます。みんな見てね。今日は僕が音楽と大学院の生活をどのようにして両立しているかについて話していきたいと思います。これは音楽とか大学院だけに関わらなくて、何か2つをこなしているけどなかなか両立が難しいよっていう人はぜひ参考にしてもらえたらと思っています。今回なんですが、今日は平日のみの動画にしたいと思います。休日の動画については今後の、次の動画でやりたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。早速平日行ってみましょう。はい、皆さん、僕の画面の映ってるここら辺にスケジュール出てますでしょうか。僕はね、印刷した紙があるのでこちら見ながらやらせてください。では今日は平日の僕のスケジュールについて話していきたいと思います。僕はだいたい睡眠は7時間ぐらいとってます。2時から寝て、9時ぐらいに起きてますね。で、朝ごはん食べたり着替えたりして10時ぐらいで、10時から11時まで1時間、ここで集中して音楽を1時間だけしています。1時間だけって難しくないと思うんですが、やっぱり大学院と、バイトもしちゃっているとなかなか音楽する時間は普段の日は取ることができないので、必ず1時間だけっていうふうに決めてやってます。で、必ず最初にやるようにしてますね。で、ここで普段はボイトレと30分ぐらいして、ギターの練習も、30分ぐらいしてますね。で、そこから11時に家を出て、18時に大学が終わって地元に帰ってきて、18時からアルバイトをして24時に家に帰ってきます。で、24時から2時間お風呂入ったりテレビ見たりと自由時間にしています。簡単に説明をしたんですが、この中で、コツとなるスケジュールの組み方が3つございます。1つ目は睡眠時間をちゃんと取ること。なかなかね、仕事をされてる方もいらっしゃいますでしょうし、学生でレポートに追われていたり課題に追われているよっていう人たくさんいると思うんですが、睡眠だけは必ず取るようにしましょう。睡眠を取らないと作業が効率が悪くなっちゃってダラダラやることになってしまいます。逆に睡眠をしっかり取ることができれば、その後のパフォーマンスが上がって効率は必ず良くなるので、やるように睡眠を取るようにはしましょう。睡眠も取ることも、今後のその課題をやったり、仕事をしたりという一部だと思って、ぜひ睡眠を取るようにしてください。で、あとは、ボイトレとギターの音楽の練習は初めにやります。後々やってしまうとダラダラしてしまうので、必ず大学とバイトっていう、決まったもうやるしかないっていう作業の前にやってしまいます。それをすることによって、朝方の生活になったり、あとは短時間の中でも集中することができるので、朝方の練習にしましょう。で、あとコツの3つ目としては、必ず最後にご褒美として自由時間を設けています。1日音楽やって大学やって行ってバイトやってって、とっても過密的なスケジュールをこなしているので、必ず楽しみの時間を設けています。楽しみの時間を設けることによって、あ、今日は1日頑張ったな、自分にご褒美を与えようっていう時間になるので、また明日も頑張れる、こういう風になります。なので、逆にボイトレとかギターの練習は初めに片付けちゃって、で、残りの夜に自由時間を当てることによって、うまくサイクルをすることができます。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、簡単にはなってしまいましたが、平日の僕の音楽と大学、そしてアルバイトの両立について話していきました。それでは次は休日の動画を出したいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。今日はご視聴ありがとうございました。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。
バイバイ。